生物よりも写真ばかり撮ってる。実際には行っていない。インパクトが勝負だね。極めて効果を補強していました。この問題が明らかになった今月20日以降、希望者の批判が相次ぎ、監督スポンサーの顔も影響を受けたため、関西テレビは番組を続けることは難しいと判断しました。以上、ビルワイヘッドラインニュースでした。各地の明日の空模様です。愛知県西部は曇り、夕方から晴れでしょう。明日雨または雪の降る確率は午前中から午後6時までは 20%、 最低気温は3度、最高気温は8度の予想です。愛知県東部は曇り、夕方から晴れで、ところにより朝のうちから昼前雨でしょう。明日雨の降る確率は午前中は 20%、 午後も 20%、 最低気温は4度、最高気温は8度の見込みです。岐阜県美濃地方は曇り、夕方から晴れで、山地では夜雪となるでしょう。雨または雪の降る確率は午前中 10%、 正午から午後6時までは 20%、 最低気温は2度、最高気温は全然朝日さんナンバーつけること、まあ一応かなりいらないんだけど、色々赤ナンバーつけた時にさ、つけるとこどこにもないもんね。ほら、かんわ。雪の降る確率は午前中 10%、 正午から午後6時までは 40%、 最低気温は氷点下3度。